はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。3時半ですね。11月は2日の土曜日でございまして、今なんか関西方面はえらい雨降ってるみたいですね。東京はまあパラパラですけどね。はい、行きましょうか。土曜日なんでマーケット開いておりません。ロイターでございまして、これ昨日の午後8時52分ですね。ロ朝外相が会談、チェ氏、ですね、日本語でサイって書きますけど、チェ氏、勝利の日までロシアを支援ということですね。ロシアのラブコフ外相は1日、モスクワで、北朝鮮のチェ、読めへん、前期かな、日本風に読むと。蔡前期外相と会談した。蔡氏はロシアがウクライナ戦争で勝利するまで北朝鮮がロシアを支援すると表明、改革です。我々の伝統的な歴史、伝統的で歴史的な友好関係は歴史という試練の道を歩んできたが、今日無敵の軍事的同志関係という新たなレベルにまで高まっているとし、キム・ジョンウン総書記とプーチン大統領がこの点で果たした役割を称賛した。で、うにゃうにゃうにゃと続きます。まあなんかね、このチェというですね、オバハンのですね、外務大臣が今ウラジオストックに行って、その後モスクワに行って外相会談してるんですね。で、何しに行ったんかと思うんですけども、多分ですね、そのもっと武器ちょうだい、武器ちょうだいというか、まあ、技術をちょうだいと言いに行ってるんですね。この前、ロシアは ICBM のですね、ロフテッド軌道によるこう発射に成功しましたね。久しぶりの成功っていう感じですね。ちょっとしばらく失敗続きだったような記憶がありますけどもですね。で、そこにロシアがですね、こう、ロシアの技術にだいぶ入ってると言われています。で、今、北が何を求めているかというと、核爆弾の小型化なんですよ。つまり ICBM はなんとかできたけども、その先っぽにつける核爆弾をですね、作りたい。多分まだ作れていないんですね。今多分ですね、北朝鮮にあるのはですね、広島やですね、長崎に落とされたああいうタイプの原爆は作ってると思うんですけど、それ以上のものは作れていないと思うんですね。で、何が難しいって、あれをですね、こう、先っぽに、ですね、ICBM の先っぽにつけてですね、飛ばして、なおかつ、こう、着地するなりの時に、ちゃんと起爆する、要は爆発するというような技術ですね、を欲しがってるんですね。もちろん、ロシアはそれを持っています。で、それをですね、求めているんだと思います。ロシアがそれを渡すかどうかは分かりませんよ。完全にそれはですね、核拡散防止条約の違反になります。からですね、で、国際的にはですね、あんまりそういう、こう、技術をですね、他人の国に与えるということは、まあ、道徳的に許されないことなんですね。だから各国とも自力で作ってるんですよね。なんでですね、それを多分求めに行ったんだと思います。で、ロシアはどこまで与えるでしょうかね。いや、もしね、それがですね、北朝鮮に渡ってですね、北朝鮮が ICBM、例えばニューヨークやワシントンを射程距離に置く ICBM を開発できたとするでしょう。多分その大統領の判断ですけど、アメリカはそれを許容しないんちゃうかなと思うんですね。どうするかっていうと、破壊しに行くと思うんですね。破壊しに行ってですね、キム・ジョンウンのですね、斬首作戦を実施するんちゃうかなという気がします。で、多分そのことはですね、北朝鮮にも伝えているはずです。それだけはやめろよと、それをやったらですね、もうあれやでと、斬首作戦するんやでというようなことをですね、ちゃんと伝えてる。どういうルートか知りませんよ。チャンネルがあると思うんで、アメリカと北朝鮮のね、そのチャンネルを通してですね、伝えてるはずなんでですね、そこまで最終的に行くかどうか分かりませんし、またアメリカはその米ロのチャンネルは開いてますからですね、そのチャンネルを通じてそれだけはしたらあかんでというふうにロシアに釘を刺してるはずなんですよ。
でもですね、北が一番欲しいのはそこなんですね。なんで、それをですね、もらいに行ったんちゃうんかなと。で、プーチンはですね、プーチンってそう、じらすのがうまいですからね、あの、こう、じらしじらしやってるんちゃうんかなという気はしますね。あの、もうちょっと兵隊送れとかね、もっと弾薬を作れとか、送れとかって、こう言いながらですね、じらしてじらしてやってるんちゃうかなという気はしますね。そう簡単に渡せないと思うんですよね、それは。そういう最後の技術ですからね。あの、実は核兵器を作るのってそんなに難しくなくって、作ろうと思えばすぐ作れるんですね。それをですね、どれくらい実用性の高いものに、こう、転換していけるかというのがですね、ミソなわけでして。あの、北朝鮮なんて核兵器はもうすでに作って核実験に成功はしてるわけです。あの、あとは小型化ですね。で、あとはその運搬手段。まあ、ICBM ですね、北に言わせれば。まあ、そんなもの持ってもしゃあないと思うんですけどね。はい。で、そしてですね、このチェ外相はですね、一生懸命リップサービスをしてるわけですよ。朝露の関係は素晴らしいみたいなことって。まあ、あの、ロシアからすると単に利用してるわけですけどね。安いもんやん、そんなロケット技術とかでですね、1万人も2万人も兵隊送ってくるって、あの、エネルギーをちょっと渡したら、エネルギーと外貨をちょっと渡したらですね、武器、弾薬をいっぱい送ってくれるわけでしょ。もう完全に利用されていますね。で、この、僕はウクライナはもうすぐ終わると思うんですけど、終わった時にロシアが負けということで終わったりします。例えば、プーチンがプッチンされた場合は、多分ロシアの負けで終わるんですね。ロシアは、こう、占領地をある程度明け渡して、ですね。で、撤退すると思うんですけど、その場合、負け組になって、なってしまうんですね、北朝鮮は。そのリスクをですね、北は考えてるんでしょうかね。あの、習近平がですね、そこまでロシアに入れ込まないのはですね、西側との関係も考えてるんですけども、プーチンがやってることがですね、負けたら、とっても惨めなルーザー、負け組になって敗戦国になるわけですね。それに加わるのが嫌、やということがですね、それが習近平にとってですね、ロシアとですね、あんまりコミットしたくないという一番の理由ではないかなというふうに思います。しかし、北朝鮮はその一線を越えてしまいました。今やですね、軍隊まで送ってるわけでしてですね、これでロシアが負けたらですね、負け組ということになりますね。敗戦国ということになりますね。そのリスクをあのブーちゃんは考えてるんかなと。で、しかもですね、北朝鮮国内に帰ってきたですね、あの、暴風軍団ですかはですね、いつクーデターを起こすかわからんような、ちょっと恐ろしいですね、あの、こう、竜のようなですね、竜子のようなですね、恐ろしい軍団になってしまいますね。はい。ということで、このロイターのですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。